はい、今日は東京店より車両紹介の動画をお届けします。土方さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速僕ちょっと嘘つきました。何ですか？車両紹介の動画じゃなくて、はい、土方さんに僕が教えてもらうというそういう動画です。あ、やめてください、はい、プレッシャーかかる、はい、というわけで、はい、今日ご紹介していただける車両は、はい、こちらですね。はい、はい、ミルザンヌですね、はい、ベントレーミルザンヌ、今回の在庫の車はスピードです。はい、はい、ちょっとこちらにもショールームの中在庫車にはプライスが置いてあるんですけど、はい、まあ、分かるように、距離1万5000キロ2015年のお車ですね、色がシルバー、排気量が 6747cc、最高出力537馬力となっております。すごいすごいですね、はい、車的には結構重量級のお車なんですけど、まあ、圧倒的なトルクとパワーがありますので、もうベントレーのフラッグシップモデルですもんね。そうですね、はい、はい、オーナーカーとしてのドライビングカーとしての、はい、最高級最高峰のお車だと思います。フライングスパーよりやっぱり押し出し感が強いですよね。強いですね。ボディも大きいし、はい、一回り大きくなりますね、はい、僕その辺はちょっと勉強したんですよ。お、はい、素晴らしい。ロールスのファントムよりはちょっと短いんですよね。ちょっと短いですよね、はい、サイズ的には、トヨタのセンチュリーよりちょっと長いぐらい。ちょっと長いですね、はい、実際に乗ると楽とは言わないですけど、はい、見切りもちゃんとしてますし、ボディのスタイルがスクエアなんで意外と運転しやすいですって言いますよね、はいはい、で想像以上に小回りも効くので、はい、あとはスピードであるっていうことですね、はい、アルミホイールとかですかね。スピードならではのアルミホイールですね、はい、あとはそのサイドのフェンダーのこの下のところなんですけど、スピードのエンブレムがついております。はい、はい、ボディカラーも112種類ぐらいあるんですよ。そうなんですよ。で、あとはその、はい、なかなかこうネットに掲載しているときに色が出ないんですよ、はい、だから現車で見てほしいですね、はい、このシルバーは、はいはい、そうですね、画像で見るのと、そう、紫っぽいというか、そうなんですよね、はい、なんかこう絶妙な色合いですよね。絶妙な色合いです。でまたこの室内の照明と外に出した時とで印象変わったりしますか、ね、うん、そうなんですよ、はいはい、なので、まあ、ショールームの中だと、はい、原車の色が分かりやすいように白い照明も LED も多く使ってますので、まあ、実際に見てもらうのが一番そうですね、分かりやすいかなとは思います。勉強してもちょっと足りないぐらいこう、うん、いろんなところがこだわった車じゃないですか。そうですね、はい、さっき の, そのエンブレムの話とか、そうなんですよ、初めて聞きました。あ、本当ですか、はい、ちなみにこのエンブレムがこう左右で羽の枚数が違 う, う左側と右側とこの羽の枚数が違う。で、私そこまで知ってたんですよ。なんでかは知らなかったので、しかもそれに自分で気づいたっていうのがもう恐ろしいんですけど、僕的に。そうですか昔こう違う車でこう磨いてるときにふと気がついて気になって、まあ、それ以上調べなかったので、うちのカメラマン君が、はい、さっきGoogle先生に聞いていただいて、なんかコピー防止だということで、はい、諸説あるんですか。諸説あるそうです、はい、ということだそうです。でもこの手の車そういう細かいところのこだわりがロックされています。ロックされてますね。いけます今、はい、ちょっと僕の知識じゃついていきません、はい、本当に土方さんに教わります。うわ、当然はい、まあ、言うまでもなく広い、本当に作りがいいですね、トランクスペースになっております。はい、まあ、贅沢な作りです、当たり前ですね、はい、車が車です。もう僕つい先週ドイツ行ってきていろんな車とか、はい、チューニングメーカーとか回ってきたんですけど、はい、本当にベントレーもちょっとその辺のこうハイエンドなそのチューニングブランドにも勝るとも劣らないやっぱり作りですよね。そうですね、この辺とかも特にトランクなんかも上まで全部レザーが貼ってあるし、うん、最近はい、当然高級車ハイエンドな車、はい、いろいろあると思うんですけど、なかなかこう裏の裏まで、ね、裏側まで全部貼ってないですよね。手の込んだ車がもうここ数年、はい、減少傾向というか、はい、まあまあコストダウンのしょうがないと思うんですけどね、いろんなことがあると思って、思うんですけど、メーカーもいろいろ考えながら作ってるんでしょうけど、ここまで作り込んだ車っていうのはやはりもう数えるぐらいしか存在しないと思います。やっぱりこういうとこなんですよね。そうですね、こういうとこだと思います。
でちなみにこれ触ってあげちゃっていいですか、はい、給油口もめちゃめちゃおしゃれなんですよ。そうなんですよ、給油口にエンブレムがついてる車ってあります？だってこれなんかあのベントレーらしいですよね、相変わらず、うん、すごいお車です、はいはい、この辺はとてもいいと思います。ちょっとエンジンルーム見てみたいと思います。 V8 ツインターボですよね、はい、ここから540馬力でした。そうです、550馬力ぐらいでしたっけ、パワー的には537馬力、はい、トルクが112キロ、はい、通常のモデルよりかも25馬力ぐらい、そうです、はい、スピードなんで、ですよね、はい、若干パワーが合っております、はい、でもこのエンジンってやっぱり高出力というよりもトルクですね、はい、100キロ超えのトルクでグイグイ引っ張ってきますので、すごいですよね、加速力はやはりすごいです、想像通りだと思います。0、100、4点何秒ですね。そうです、はい、しかも重量が2700とか600、700、そうですね、2770、すごいですね、はい、それがその加速ですよ、ね、そうです。でも今でこそなんかその高級車っていう感じですけど、昔はもうなんかそのレースから始まってるんですよね。そうです、ベントレーは、ベントレーは、はい、はい、でメルザンヌっていうのもなんかそのル・マン の、 その、はい、走ってた直線の先のカーブかなんかの名前なんですよ、はい、そうです、正解ですか？そうです、よかった。あの元々とてもこうモータースポーツに長けているメーカーだったので、はい、あのいろいろこう今の時代になってロールスロイスといろいろ言われてしまうんですけど、はい、現状ではやはりライバル視されているというか、はい、全く独立した違うメーカーですから、20年前にこう分かれて、そうです、そうですよね、はい、20年前までは一緒だったんですけど、そうです、はい、そこから分かれて独自のこう路線を、そうですね、はい、はい、でやっぱり走りも抜かりないと、抜かりないですね、はい、じゃあもう外観も中身はもうボンド基準で厳選してるんで、もちろんですね、間違いない、間違いない車ですね、はい、あとはもう本当に仕様の紹介っていう感じですよね、はい、はい、まあ、あの取り立てて、はい、特別な車っていう感じではないですよね、はい、言ってしまうと、ただそのなんていうんですかね、なんかこう奇抜 な、 なんか内装色にしてあるとかっていう感じじゃないですか、そういうことではないです、はい、ただもう車としてがもう本当ハイエンドなんで、はい、比較する内装ももう無限大にこうオーダーできるんですよね。そうです、そうです、ですよね、はいはい、なので、まあ、新車で買われればそのオーナーさんの、はい、様の好み通りにという車で、はい、これいいっすね、なんかこんなにシックな内装、このダイヤモンドステッチがスピードのあれなんですよね。そうです。ですよね。で結構こうもう内装フルオーダーできるからこうアクセントで色を入れたりだとか、はい、ちょっと奇抜なちょっとポイントをそうですね入れたりっていうのも少なくないですけど、これなんかすごくシックでいいですね。いいと思います。はい、表のボディカラーですね、はい、外側と内側、はい、とてもシックにまとまっているので、ですよね、はい、内装はもう真っ黒だし、はい、ステッチでこうアクセントぐらいなんで、うん、はい、本当にどんな方が乗ってもそうですね、はいはい、パネル類もカーボンとピアノブラックの、はい、落ち着いた印象で、はいはい、しっかりしてますね、しっかり作り込んでるっていうのが見て取れる感じですね。こういうところのこうステッチであるとか革の張り具合とかってやっぱり独特なものがあります、ね、本当にいいですよね、はい、もう触りたくなっちゃう内装、本当ですね、うん、素晴らしいです、はいはい、でしっかりこうドア開けたところにはこのスピードのエンブレムが、そうですね、はいはい、ちょっと傷がつかないように、はい、養生はしてある車両なんでその辺がやってあるということですね、はい、車なので養生してあるんで、はい、ちょっと見た目があれかもしれないですけど傷のない綺麗な状態です、剥がせば。あとやはり後席ですね、こちら5人乗りなんですよね。はい、そうです、はい、ですよね、はいはい、今センターのアームレスト出してますけど、はい、5人掛けになっております。しまえば5人乗れる、そうです、5名乗車の車ですね。さあ、ごめんなさい、後ろが3名ですね。いや、後ろも本当十分な広さですよね。そうですね、十分だと思います。もう本当になんかこういう一つ一つのこう部品のこの質というかが、はい、本当にいいレザー使ってるな。そうですね、このステッチがすごく丁寧な仕事してるなっていうのが、うん、すごい。でまたそういうこう蓋とかこうスイッチ類のこの動きがもうすごくいいんですよね、はい、例えばこのエアベントのこのこういうレバーとかも
押すっていう、こうすごくいいんです。すごくいいです、はい、ちょっと一回エンジンかけてみましょう。ちょっと聞いてみましょうか。めちゃめちゃジェントルですね。ジェントルだけどこの力強い、いい音してますね。いい音してますね、はい、あとエアサスで車高の調整、あの上げることもできます。はいはいはい、ちょっと上げてみましょうか。これで一番高い状態ですね。結構上がりました。じゃあもうちょっとした段差とかも全然、全然クリアできますね。クリアしたり全く問題ないと思います。はい、まあ、もともと低い車じゃないですか。はいはい、はい、めちゃくちゃいい。ああ今下がってってますね。下がってこれで、これが標準の車高、標準の車高です。で今量がちょっと入らないぐらい、はい、コンフォートモード、はい、ドライブモードで選べるんですけど、コンフォートモードにしてあります、はい、で今度スポーツモードにします。さらにもうちょっとだけ下がります。ぐっと下がる、はい、おお、もう全然グーが入らないぐらい。さらに1センチぐらい下がったんですかね、はいはい、下がってますね。これが、この車の一番低い状態。なるほど、スポーツモードですね。はい、はい、いや、エアサス便利ですよね。便利ですね、まあ、当然乗り心地もいいですし、はい、はい、あ、ピクニックテーブルもついてるんですね。ついてます、ピクニックテーブル。あれ、これって標準ですか、オプションですか。標準ですね、電動ですね。じゃあもうドライバーズカーではあるけれども、後ろの座席もすごく快適で、はい、これだけの広さありますから、はい、後席座れる、座られる方も余裕です。わあ、じゃあもうノートパソコン置いてちょっとした、はい、こう事務作業なんかも。そうですね。わ、いいですね。こんな感じです。わあ、すごい。すごい。やっぱり前にこうコンチ GT、はい、見せてもらった時にすごいなと思ったんですけど、はい、その上行ってますね。その上行ってますね、ミューザンドは。あの、ぼつっちゃったやつ、はいはい、世に出せなかった動画で、はいはい、お蔵入りです。いやー、すごい。ちょっとじゃあ内装前に、はい、内装ちょっと見てみましょうか。やりましょうか、はい、はい、もうベントレーなんで、この装備に関してはもうみんなついてますもんね。みんなついてますね、はい、はい。なんかこれがついてんですよ、ないんですよとかっていうあれじゃないんですよね。そうですね、はい、もう同じことの繰り返しなんですけど、はい、車としての作り込みですよね、はい、こういうバイザー一つにしても全く違います、ね、すごく質感が革張りで、はい、こういうの一つとってもこうスッてい う, こう、そうですね、動きも滑らかで、もうブランド物のバッグかのような、この本当そうですね。あとこちらがナビモニターですね、はい、はい、回って出てくるやつです、ね、そうです、回りません。あ、回らないんですか。そう、うわー、恥ずかしい。新しいイベントで取り直していいですか、はい、あれミルザンドって回らないんでしたっけ。回らない、ミルザンド。そうなんですね、はい、わー、はい、こちらがナビモニターですね、はい、はい、でこれでスクリーンで開けていただければ立ち上がってきます。なるほど、はい。で、一通りメディアは最新のものを使えるようになっておりますので、はい、で、Bluetooth も使えるんですよね。 Bluetooth 使えますよ、はい、そこ大きいですよね。うん、そうだと思いますね、はい、これが Bluetooth ですね。あとはテレビと、はいはいはい、選んでいただけます。ジュークボックス、当然 DVD も見れます、はい、いいですね、はい、ちょっとその一世代前のハイエンドの車だとちょっとその辺弱かったりするじゃないですか。あ、しますね、はい、はい、なんか DVD 見れなかったりとか、Bluetooth がなかったりとか、そうですね、ナビがちょっとっていう、はい、その辺は現代的な車として抜かりはないと思います。はい、問題ございません。いやー、いい車、いい車ですよね、はいはい、あと特徴的なのが、はい、タコメーターとスピードメーターですね。
これが。ああ、なるほどなるほど、はい、普通はこうだけど、そうです、そうじゃなくて上からこう始まってこう、上からそう始まっていく感じですね。あとはすごい、はい、よいしょ、こんなカメラも、あ、はい、フロントカメラがこう両サイドで、そう、フロントのサイドビューが見れるようになっております。でもちろんバックカメラ、はい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 、もうセンサーついててカメラも前後でついてれば取り回しで困っちゃうってことはないですよね。ないと思いますね、はい、あの狭い路地入るってことはないんでしょうけど、はいはい、その駐車場とか車庫入れの際にフロントの方も確認できますので、はい、センサーとカメラ、当然後ろもこのようにセンサーとカメラ、なるほど、はい、もうこれは文句なくさすがという感じですね。全部ついててこう、はい、突っ込みどころがないですそうですよね、はい、はい、すごい。じゃあドリンクホルダー、こちら小物入れになって、うん、でこちらも、はい、あ、ここもついてるんですね。小物入れになってます。そうです、すごい。こういう一つ一つの質感もすごくいいんですよね。すごいですね、うん、なんかこう、そうなんですよ、なんかこう触ってもらうとすごい分かりますよね、はい、こういうのをガシャンって出てこないでこう最後こうゆっくりになるそう、だって普通の車だったらもう押したらシュッて出てくるじゃないですか。そうですね、それがちゃんとこう最後の一瞬がこうゆっくりになるように、はい、そういうメカになってますよね、これ。すごい。そうですね、すごい。この辺は抜かりないです。あ、ここが DVD なんですね。そうです、なるほど。こちらが CD、はい、あと DVD とチェンジャーがあります、はい、あと ETC、ETC と、はい、これは多分あの、はい、アウディに乗ってる方は見慣れた光景だと思います。なるほど、はい、アウディグループですから、はいはい、使い勝手はいいですね。すごい、はい、そこんな感じですか。こんな感じですね。後ろも座ってみますか。後ろ座ってみますか、はい、はい、あ、後ろ広いっすね。広い、贅沢な空間です、はいはい、広い。Sクラスのロングより広いっすか。なんか広い、そうですね、もしかすると広いかな、はい、同じぐらいですかね。同じぐらいありますかね、うん、でも、はい、あの S クラスのロングに比べると、はい、若干ボディサイズ長いじゃないですか、はい、その分長いというよりもなんか意外とそのトランクも広いので、あ、よくできているパッケージだと思うんですね、はいはいはい、パッケージとしてこう車として、はい、居住性も犠牲にせずトランクスペースも作りつつ、まあ、このボディサイズで抑えている。最近トランクはみんな狭いですからね、私の車は、ありますね、はい、それに考えるととてもよくできてると思いますね。いや、豪華な車です。はい、まあ、あとは後ろのローラーブラインドですね、はいはい、が出てきますと、わあ、うん、で天井もこれパンチングレザーなんですね。そうです、パンチングレザーです。わあ、リアのブラインドも、はい、こちらで操作できます。運転席からも操作可能ですね、はい、こういう ところの、ね、レザーの貼り方とかベントレーはこう手抜きしないからすごいですよ、ね、すごい、本当に作りがすごい、うん、上質っていう感じですよ。そうですね、おもてなし車です、はい、本当そうです。でこういうところの、はい、パネル類、はい、これ絶対見えないところなんですけど、はい、ちゃんとピアノブラックに、そうです、普通ここもだってリアのトレイもこれレザー張りです、ね、そう、レザー張りです。すごい、こういうところとか全て抜かりはないです。いや、さすがフライングスパーのさらに上の車ですね。そうですね、こういうのこれ長押しですか。そう、押し続ける感じ。すごいはあ、はい、これドア張り1枚取ってもかっこいいんだよね、これ。パンチングでダイヤモンドステッチ、こういうトリムとかもすごくなんかこう凝った作りで、はあ、いや、いいっすね。いいですね。またちょっとメルセデスとは違ったこの上質な感じ。そうですね、うん、あと僕ちょっと勉強したんですけど、はい、こういう一つ一つにちゃんとこのローレット加工ってそのギザギザの加工がされてるんですよね。あ、そうなんですよ、はいはい、これはドアノブの裏とか、そう、
パドルの触るとそうですよね。そうなんですよ。実際に現車でこう見ていただきたいですね、はい、これは。だもう本当にそういう細かいところの何ですか作り込みがありすぎて、うんうん、ちょっと説明しきれないですよね、はいはい、だってこんなドアノブの裏側にこんなローレット加工してる車ないですね。ないですね、はい、でやっぱりこう滑っちゃいけないところはこうしっかりこう、そうですね、滑らない加工、はい、パドルの裏側も確かそうなってます。これボンネットって今あの衝突安全とかでボンマスってもう軒並みなくなってるじゃないですか。けどベントレーとか、あと何でしたっけ、ロールス、はい、はもう意地でも続けてるんですよねこれ、うん、でロールスはしまうようにして、はい、でベントレーはこれ確かなんかこうすぐ折れるんですよ。折れるんですよ。でこれもしかしてこっちも羽の数違うんですか。あ、違うのかな、わかんないです。ちょっと数えてきましょう、はい、数えてきます、はい、でも本当にそういうこだわりが詰まった車。そうですね。でフライングスパーよりかもここがグッてなってるから押し出し感は強いんですけど、うん、なんかロールスとまた違った、はい、ちゃんとこう R も取ってなんかこう丸みもあって、うん、ちょっとまた違った押し出し感も強さ。そうですね。こう映りづらいんですけどね、こう、はい、そうなんですよ ね、 このプレスラインもすごく凝ってるんですよね。そう、なかなかこれが写真とか動画だと伝わらないんで。あとはそのリアフェンダーとかフロントフェンダーのこう抑揚というんですかね、はいはい、その辺もすごく凝ったデザインになってます。本当に実際のお車を見ていただいて、いろいろちょっと細かいところ、そうです、そうです。あとはあの全体的に、はい、例えばこれでこのまま乗っていただいても十分楽しんでいただけると思います、はい、あとはお客様によってはそのメッキ類があまりお好みではないという方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そこはね、はい、得意のボンドグループで、はいはい、ボンドスタイルに、ボンドスタイルに、はい、もう何でもできます。何でもできます、はい、ミルザーヌだって作っちゃいます、はい。例えば土方さんだったらどんなのをお勧めしますか。もちろんこのまま乗っていただいてもいいんですけれども、はい、もしこうやるとしたら、はい、私はボンネットマスコットは残しながら、はい、こういうメッキ類ですね、はい、あとは、ドアのドアサッシモール、はいはい、この辺ですね、ドアも、はい、この辺を例えば色をつけるラッピングでもできますので、はい、ドアモールを、あとこの辺のモールとかですね。そうです、そうです、はい、はい、まあ、お好みによってだと思いますけど、はい、この辺を例えばマットのグレーにするとか、はい、サテンのブラックにするとか、はい、ちょっとこう艶を引いてあげるっていうのも手だと思うんですよね。それと合わせてアルミホイルワントーン落とした感じ、ワントーン落とした感じです。それに合わせてアルミホイルももうちょっと大きく、一回り大きくして、はい、やっぱこうこだわったものを入れて、なるほど、まあ、まあ最近で言えば、はい、あの、はい、土よくあの言ってると思うんですけど、はい、アメタンなんか、はい、とてもおしゃれだと思います、はい、もうもちろんあのベタと言われても、はい、マンソリーでも全然、そうですね、チューナーホイールももうバッチリ決まっちゃいますね。決まりますね、はい、あのさらっとアルミホイールと、はい、例えばそのブラックアウト、洋装ブラックアウトにして、はい、ちょっとだけロワリングみたいなこともできますので、はい、まあ、その辺はうちに言っていただければ、はい、なんなりと意外とこうイメージが変わってくると思いますね。でもさらにその先もう特別なのっていう方はもうあのマンソリーでエアロパーツつけたりしてもかっこいいですよね、うん、いいと思います。だからマンソリーをぐるっと取り付け、はい、巻いてしまって、はい、ホイールはアメタンでバチッと、はい、デザイン特別な車はさらに、そうですね、はい、もうできちゃうわけですよ、ね、できます。デザインサイズこだわっていただければ、ご相談いただければバチッと決めます。ボンドスタイルで、ボンドスタイル、はい、ちなみに、はい、余談ですがこちらも、はい、ホイールを入れてロワリングしたゴーストがあります、はい、車は違いますけど大型セダンという意味ではこんなイメージを、なるほど、はい、なんとなくイメージしていただければいいのかな。これすごい迫力ですね。迫力ありますよね、はい、でもこの手ここまで行くとやっぱり少し車高を下げてこうタイホイール変えるだけでも全然イメージが変わりますよね、ますよね、はいはい、で意外とやってないですから皆さん、はいはい、普通に乗ってても面白くないよという方に、なるほど、はい、リクエストにお答えしますので何なりと。このマンソリーのホイールもこれ高級感すごいですね。これいいですね。これフローティングなんですよね。そうです。このマンソリーのロゴがこう走ってもこう回らないっていう、ロールスがもう純正使ってるみたいなキャップになってるっていう、はい、そうです、うん、はあ、すごい、まあ、車種こそ違うけどこういうカスタムも、そうですね、はい、こういうふうなイメージをしていただければ、そちらの方にも持っていくことができます。なるほど。
はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりベントレーミルザンノをご紹介させていただきました。車両の紹介は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。